君がいくつだね。ここを監視してる兵士から連絡があってね。待ち伏せさせてもらったよ。許可なく喋るの、リベリー。死刑執行が早まっても知らんぞ。ごめんごめん、所長さん。でも久しぶりに刑務所の外に出られたんです。少しは饒舌になる僕の気持ちも分かってもらえると嬉しいな。
こんな誇り臭い場所でも貴様にとっては外の世界というわけか。変身許可はすでに出ている。しっかりとお役目果たしてみせろ。分かってますよ。僕だってずっと刑務所暮らしはごめんですから。コントラクト。はっ。やれやれ、お目付け役のはずなのに帰っちゃいましたね彼女。さてイクス、僕も別に君に恨みがあるわけじゃないけど、君を倒せばスメラギが減刑してくれるって言うからね。僕もそろそろ家族の顔が見たいんだ。全力でやらせてもらうよ。おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、砕けろ。はっ。おっと、ふっ。砕けろ。はっ。おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、砕けろ。はっ。おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、砕けろ。まだまだ。おっと、行くよ。はっ。ワンチャンス。あっ。おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、砕けろ。はっ。おっと、行くよ。はっ。ワンチャンス。あっ。おっと、砕けろ。僕は負けない。終わりにしよう。クリムゾンデススレッド。これで決める。行くよ。はっ。ワンチャンス。あっ。おっと、覚悟はいい。くらえ。おっと、いかに君でも、これなら。おっと、砕けろ。はっ。決めに行くぞ、ルロ。オーケー、アクラ君。はっ。あー、強い。決めた。みんな、ごめん。スメラギの翼戦士は強いセプティマを持つ国民の中から無作為に選出される。それがたとえ重罪人であってもな。そんなことよりも他のホルダーが来る前に食料を運び出そう。いくつか食べられるものもあるだろう。どうだ、ロロ、調子は。
ークステラーと切り替える形でいつでも使えるよ。セプティマには相性がある。敵ごとに有効なエクスウェポンを見つけることができれば戦いを有利に進められるだろう。ほえー、やっぱりアキラ君ってすごいんだね。よし、修理完了。これでこの子もまだまだ頑張れるよ。いつもありがとうナンナです、琥珀。へえ、琥珀ちゃんメカの修理なんてできるんだ。アキラ君ほどじゃないけどね、結構得意だよ。意外だよな、琥珀姉ちゃん見た感じ不器用そうだし。あ、ひどい。そりゃあまあ構造とか原理とかちゃんと分かってるわけじゃないけど。それで一体どうやって修理しているんだ。私がメンテナンスしてあげようか。いや、遠慮しておくよ。この基地の機械、後で俺がチェックしておくとしよう。え、